ロードハウセンニョムシクイは、スズメメトゲハシムシクイカに分類される鳥類の一種で、ある、全滅種。この種はかつて、ロードハウ島に生息していた。主に生息していたのは、島にある林間である。ロードハウセンニョムシクイは、トゲハシムシクイカの中では小型で、約10センチメートルほどの大きさだったという。重さが6から7グラムほど。鳥の目から耳に伸びる、小さな羽毛は、 淡い灰色で眉毛につながる目の間の羽毛の部分も同様だった。ロードハウセンニムシクイは目の周りに明るい灰色の羽の輪があり、周りに明るい周囲を形成していて、それはくちばしと喉の同様に明るい羽に一致していた。胸郭を覆っているが腹部を除いているその体の大部分は茶色をしており、後頭部はこの配色と一致する尾の始まりに通じていました。 上腹部は淡い灰色の色合いで、下腹部は黄色。尻尾の背側は茶色の色合いで、尻尾の先端は徐々に黒くなっていた。尾の腹部は真っ白でした。目は白と黒色だったという。妊娠中のロードハウセにニむムシクイは、乾燥した樹皮、繊維、葉、層、苔、羊毛を、小枝から吊り下げた蜘蛛の巣で包んだドーム型の巣に、 桃色がかった茶色の斑点のある卵3個を生む。巣は側面に入り口があり、飾りが突き出ていると先住民から説明された。主に小さな昆虫と雲を食していた。小さなくちばしは林間の高い木からこれらの昆虫を引き抜くために使用された。この期間中、より小さな昆虫がいるため、交互は非常に豊富で食べ物には困らなかったという。 ロードハウセンニョムシクイは1928年も生息しているという報告はされていない。原因は1918年に何パセント同時にやってきたクマネズミによって幼体や餌を食い尽くされたからとされる。ジェライゴン・インスラリス。IUCN レッドリスト2012-2020年9月29日閲覧。ありがとうございます。